どうも、CRS 大阪店の重岡です。今回は CRS 大阪店に上品な中古車が1台入ってきましたので、それのご紹介をさせていただきたいと思います。さて、ご紹介したい車がこちらになります。4型になります。で、28年式レジアスエースになります。で、肉の 2000cc ですね。で、5人乗りです。5人乗り、はい。これカラーはホワイトパール。ホワイトパールです。070です。あー、やっぱシンプルですね。シンプルです。ただ、はい、まあ後で説明したいんですけど、上品なんですよ。上品っていうね、先ほど言ってましたもんね、はい。まあそれ置いといて、そしたらちょっと先に前の方から、フロントの方から、はい、ご紹介していきます。ヘッドライトが LED に変わってますね。うん、ウィンカーとハイビームはハロゲンのものです。で、下行ってもらうとフォグランプもハロゲンです。ハロゲン、はい、はい。あ、今回このエアロついてるんですね。はい、 SX のリックバージョン4がついてます。バージョン4、はい。そしたらフロントはこのエアロのみですね。そうですね、シンプルにまとまってます。横へ行きましょう。わかります？あ、その上品って言ってたんがこのホイールのカラーってことですか？そうなんですよ、あまり見かけないと思います。あー、このでもこれはシャンパンゴールドですね。うん、履いてる方少ないですね、はい、少ないですね。で、ホイールにこの SX のステッカーが貼ってるんで。あー、これは EL の19インチ、はい、で、タイヤが225の40なんで、40で、はい。そしたらこれ車高が、3インチ、3インチオーダーしてます。あ、で、25mm オーバーフェンダーがついてます。あー、はい。で、リムもね、深くで。そうなんですよ。いや、なんかこの上品の上品なカラーのホイールにこのステッカーってまたなんかいいですよね、はい、そうなんですよ。しかもこれと合ってるというか、まとまってますね。ねえ、いや、これはでもいいです。かっこいいです。上品なねえ。で、後ろに行くと、まあ、後ろもすごく、あ、本当にもうこれぐらいですか？そうですね。リアのミラーホールカバー、はい、ついてます。もうカスタムポイズってこの1点だけですね。ほんならまあ外装で言ったら本当にね、エアロつけてホイールつけて、はい、で、本当にそういう感じですよね。はい、そんな感じになってます。ちょっと次中行きましょうか。はい、早速中の方ですね。こちら後ろからまず行きたいと思います。あ、今回はでも荷室はベッドとか何もなしってことですね。そうですね、はい。で、あとまあ中古車なんで多少の傷とかやっぱり あります、はい、あ、やっぱ、あ、こことかね。はい、ちょっと引っ掛け傷とかがやっぱりありますね。まあただ結構綺麗な状態ではあります。うん、はい。でもここカーペットとか普通に綺麗ですよね。綺麗なんですよ。その物が置いて汚れてたりとか特にそんなのないですね。天井も若干ちょっとだけね。そう、ここぐらいがね。まあでもちょっと吹いたら取れそうな感じではありそうですけど。そうですね、はい。いや、ちょっとほんの2列目行きましょう。はい、2列目も綺麗ですね、やっぱり綺麗。まあ、ふたりとかも全くないですね。でもなんか今回あれですね、なんかめっちゃシンプルですね。シンプルです。で、まあ2列目はこのフロアマットが引いてあって、はいはい、1列目はまあ、一列も一緒ですね、フロアマット見てますね。でももうあれですね、中は最低限のものだけですね、ついてるの。そうですね、今回ダーククライムのオプションとしてはエアバッグ、エアバッグと AC100V コンセントついてて、運転席に行くとまあステアリングもついてね、スイッチもついてて、で、これスマート、あ、プッシュ電池がかかると。そうです、はい。このナビは純正のナビですか？純正の7インチナビがついてます。おお、はい。いや、でもなんか運転席すごい綺麗ですね。綺麗なんですよ。うん、なんかあんまり使用感はまあありますけど、全然綺麗。そういうのも全くないね。ね、シートもあまり高くないし。これちなみに走行距離って、はい、どれぐらい走るんですか？走行距離が5万5000キロになります。5万5000キロですね、はい。いや、じゃあこのまま流れで聞いちゃいます。金額は
はい、金額は車両本体価格で259万円になります。259万。はい。でも28年式やから大体、今が令和3年。3年です。5年落ち、うん、そうですね、5年落ちになります。いやでもね、はい、本当に200万台でこんな綺麗 な状態なんで、うん、これはすごい お買い得やと思いますね。ですよね。はい、まあ、あとあれですね、まあ、できたらご来店いただいて現物見てもらってもそうですね、はい、いいですし、はい、あとはこの動画を見ていただいてお問い合わせいただけたらね。はい、以上になります。そしたら本日は中古車のご紹介ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。